全国のキャンプワンの方もキャンプワンじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。今回はですね、誰でもできる簡単なキャンプギアの DIY といいますか、カセットボンベ、これね、カセットボンベ、これのカバーを作っていきたいなと思います。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、まず今回作ろうと思っているのがノースフェイス、このステッカーを使っておしゃれな CB 缶のカバーを作ろうと思います。ノースフェイスね、結構キャンプでも使う人多いと思うんですけど、基本は山登りのブランドなんで、 OD 缶用のカバーなんか売ってたりするんですけど、 CB 缶のものもしかしたらあるのかもしれないですけど、探してもちょっとなかったんで、 CB 缶用のカバー作っちゃおうかなと思って、今回ノースフェイスのステッカーを買ってきて、これを使ってカバー作りたいと思います。あとダイソーの方でマグネットシートを買ってきました。これは会社とかでね、名前貼ってそこの横に成績書いたりする時に使うようなマグネットシート、裏がマグネットになってるようなものですね。この赤と白を買ってきました。ちなみにこの白の方はですね、インクでプリンターで印刷することもできるんで、まあ、そもそもこれでノースフェイスにも別に印刷できるんじゃないか説はあるんですけど、今回はせっかくなんでね、このステッカーを使ってやっていきたいと思います。まずですね、最初にこれを切っていくわけなんですけども、まず白から切りましょうか。こんな感じで、弱いな、磁石が弱いな。この赤の方はどうだろう。大丈夫、これダメかもしれない。大丈夫かな。ちょっと一回切ってみましょうか。まずですね、ここに引っかかるところがあるんで、ここにですね、こうまず巻いていきます。で、こうやってしながら、で、ちょっと鉛筆でね、線を引きましたんで、これに沿って切っていきます。これで多分ちょうど、ここで、これでつくからですよね。大きさを合わせていく感じですね。ちょっとね、磁力弱いですね。どうやら100均のやつが磁力が弱いことが判明しました。もうちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、ちょっと丸みがあるんで、こう型をつけてから貼るといいみたいですね。で、まずこういってこの赤に白いステッカーを貼っていきたいと思います。縦に貼ろうと思います。行かないといけないですね。こんな感じでできました。で、これを貼るとこんな感じでノースフェイスのボトルができました。次にですね、次はこの白を使いたいんですけど、ちょっとね、さっきのやつを利用して、ちょっと隙間が後ろにできたんですけど、こんな感じでいいかなと思います。こう思ったんですけど、こう横側につけた方がかっこいいなと思うんで、ここら辺につけようかなと思います。Thank you.
こんな感じで一応できました。ちょっと磁石が弱いんでね、もうちょっとちゃんとしたやつの方が良かったなと思うんですけど、一応できました。皆さんもね、もしよかったら作ってみてください。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。